何でも屋さんってかっこいいですね。何でも屋さんです。すごいいいワード出ました、ね。はい、世界一周が4ヶ月で、さらに、プラスアルファでオーストラリアも行っていただいたという。いやセントエルモの日ってご存知ですか？いや、ちょっとわかんないです。全然わかんないです。はい、よろしくお願いします。どうもハイチです。突然ですが皆さん質問があります。皆さん船のお仕事と聞かれたら何をイメージされるでしょうか？もしかしたら多くの方がね、そのお魚を取ったりする漁船のイメージがあるかもしれないんですが、実はそれだけじゃないんです。今日は船員さんと呼ばれるそのお仕事に関わっている方たちにいろんな話を聞いていきたいと思いますので、どうぞ最後までご覧ください。では今日ねお三方いらっしゃってますので、まず豊島さんから自己紹介の方よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。川崎汽船株式会社より参りました、一等機関士の豊島と申します。本日よろしくお願いいたします。お願いします。それでは吉野さんお願いします。はい、日本郵船株式会社三等航海士の吉野恵里香と申します。今日はよろしくお願いします。お願いします。では最後に岸野さんお願いします。はい、株式会社商船三井一等航海士の岸野文也と申します。本日はよろしくお願いします。お願いします。あれ岸野さん、さっきのオフの時のが顔がほがらかだった。緊張しちゃって、はい、本当ですか？ちょっとカッコつけた顔したかもしれない。ちょっとあの後で確認してもらって。で今日は皆さんにいろいろ質問をしていきたいなと思っているんですが、まずですね、まあ、皆さんはその貨物船の船員さんをされているお仕事の方たちなので、まあ、日本から海外に行かれたりとか、まあ、海外から日本に来ることも多いかと思うんですけども、まあ、実際にこうどういった仕事をされているのかっていうのをぜひあの見てくださっている、まあ、学生の方が多いと思うので、皆さんそれぞれのお仕事内容を聞かせていただいてもよろしいでしょうか？はい、じゃあお願いします。はい、わかりました。私、機関士をしております。で船乗りの仕事で、まあ、航海士機関士あるんですけれども、はい、機関士、機関っていうのはまあ漢字に書くと、あの通り機関車の機関なんですが、はい、まあ、あのエンジンのことを意味してます、はい、ですので船のエンジン、を扱うのはもちろんですけれども、まあ、その他、電気を作る発電装置、まあ、水を作る増水装置と船にはさまざまな機械ありますので、はい、まあ、機械類全般、運転もするし、機械がお休みしてる時にはまあ、点検したりメンテナンスもしたりする、まあ、機械の何でも屋さんが私たち機関士です。いいですね、機械の何でも屋さんってかっこいいですね。何でも屋さんです。すごいいいワード出ました、ね。はい、じゃあ次に吉野さんお願いします。はい、私航海士なんですけれども、多分船乗りって言ったら航海士が一番最初に想像つくかなって思うんですけれども、ね、はい、大きく分けて航海士やることが3つあります、はい、と1つが航海当直、船の操縦ですね。船は365日24時間ずっと運航しているので、24時間を4時間ごとに区切って、それぞれ1等2等3等航海士が当直に立って船を操縦しています、はい。で2つ目が荷役当直ですね。あの貨物船の船乗りなので、はい、その貨物船に貨物を乗せる、またそれを降ろすと、その乗って航海中に貨物を、管理するっていうのも航海士の大事な仕事の一つです、はい。で最後に、船体管理、あの船体の管理なんですけれども、例えば私は三等航海士だったんですけれども、はい、三等航海士は船に乗っている消火設備や救命設備が担当になるので、それらの点検やテストなどを行っていました。はい、ありがとうございます。ちなみに岸野さんも等航海士で一等なんですよね、はい、今吉野さんだいぶ詳しく喋っていただきましたけど、はい、大丈夫ですか？大丈夫ですよ。では岸野さんお願いします、はい。先ほど吉野さん話されたように、三等航海士は、まあ、そういった救命とか消火が担当で、はい、一等航海士は主に航海計画を担当します。なのでここからここまで行くという、まあ、港が決まっているとすると、はい、まあ、どういった進路を取ってここに向かうかっていうのを航海士、うん、二等航海士が、まあ、計画するという形です、はい。それで船長と、まあ、その話し合って、まあ、ここにしよう、まあ、天候がこうだからこうしようというふうに決めていきます、うん。で一等航海士になると、はい、一等航海士は主に貨物の管理がメインとなります、はい。あ、一等がそっちなんですね。そうなんです、はい。で貨物の管理が、はい、の、主になるのが一等航海士で、プラスあの先ほど吉野さんおっしゃられたように、はい、あの船体のメンテナンスのプランを考えるのも一等航海士となります。そうなんですね。ちなみにあの最近どのような船に乗られたかっていうのをちょっとお聞きしたいなと思うんですけど、多分私が想像しているよりもはるかにいろんなところに行かれている気はするんですが、まず豊島さんから最近どのような船に乗られたかって聞いてもいいですか？はい、私、乗ってた船はこちらです。まあ、
船っていうとこんな形かなというイメージもあるかと思うんですけども、はい、この船は原油タンカーでした。原油を運んでる、はい、原油を運ぶ船ですね、はい、でタンカー、まあ、タンカーという言葉聞いたことあるかもしれないですけど、まあ、タンクですね、はいはい、タンクがもうつながって、船の形をしているそんな船です。で、原油油を運ぶんですけれどもすごくたくさんの量を運ぶことができまして、はい、重さにすると30万トン、ちょっと想像ができなかったですね、はい、30万トンの船、はい、すみません、30万トンの原油を運ぶことができる、すごく大きな船ですね、はい、で、横幅が、長さも特徴なんですけど、横幅が60メートルあるので、まあ、私機関士ですけども、航海士の人が船橋に立った時には、はい、まあ、一番多分大きな景色が見える、まあ、そんな船ですね。横幅が60メートル、横幅が60メートルです。これ写真だとあんま多分想像つかないと思うんですけど、はい、これ縦どれくらいですか？はい、まあ、長さ全長でいうと330メーター、こっちが330で横が60、はい、横幅が60メーター。多分60、今学生の方で言うとだから25メートルプール2本分よりも長いっていう、うんうん、はい、そうですね、そうなります。相当大きいですよね。そうなると大きいですね、はい、こんな船に乗ってました。それ、まあ、それで運んでるから、その38万トンでしたっけ、30万トン、30万トンぐらいかが運べるっていう、はい、そう、ありがとうございます、はい。じゃあ次に吉野さんお願いします。はい、はい、私は LNG 船に乗っていました。ね、はい、LNG っていうのは液化天然ガスのことを言います。はい、はい、液化天然ガス、天然ガスを運んでいるんですけれども、はい、例えばヨーロッパとか陸でつながっているところだとパイプラインで運ぶことができるんですけれども、うん、私たちって島国、海で囲まれているので、ね、はい、こういった船で運ばなければなりません。で、船で運ぶために天然ガスを液体にします、はい、うん、そのためにマイナス160度まで、うん、ガスを冷やして液体にすることによって、はい、冷やすことによって体積が600分の1になるので、たくさんのガスを運ぶことができるというふうな形になっています。なるほど。長さは、先ほど言っていただいたくらい300メートル前後で、それも大きいんですね。はい、幅も50メートル前後あります。生で見るともう相当ですよね。多分 そうですね、なんかよく言っているのが、はい、東京タワーを横倒しにしたくらいの大きさ。あ、そっか、確かに、が船の大きさくらいかなと。いや、もうごめんなさい、想像ちょっと行き過ぎちゃってコメントが出てこなかったんですけど想像大きかったですよね。はい、じゃあ鳥で来てもらって、はい、私はこの自動車船を、はい、こちらの特徴は、こちらの2つの船に比べたら全長はちょっと短くて縦方向の長さですね、はい、大体200メーター弱ぐらいに、まあ、それでも大きいですけどね、はい、なってます。で、はい、すごい他の船と形が違うなと思われると思うんですけども、はい、このすごく海の上から出てると、これが大体40メーターぐらい出てるんですけども、海面から40メートル。そうです、はい、でこれが立体駐車場みたいになっていて、うん、12層から14層ぐらい の, この階があります。でそこに車が敷き詰められているっていう、はい、まあ、そういった形になってまして、でこの海の下に一番沈んでる時で10メーターぐらい沈んでます。うん、はい、はい、でそれで、これで自動車を運ぶんですけども、これ自動車だけじゃなくて、はい、ショベルカーとか、あと自走しないこのタイヤがついてないものも、このマーフィーというこの台みたいなのに乗せて、はい、乗せる運ぶことができるんで、はい、それで高さが違ってくるんで、このパネルが上下するようになってまして、でこれで高さを調節し て、次ショベルカー積むから、高い屋根にしようということで、こう調節できるようになってます。なるほど、調節することで層を減らせば高さが出るのでっていうことです。ちなみに自走しないやつって例えば何ですか？あ、例えばショベルカーのこの前のところとか、新幹線とか、なんかそういった、はい、新幹線とか、そうなんです、それも運べるんですね。そうなんですその前調べた時に、その車並べるじゃないですか、本当に数センチ単位で並べるんですか？そうなんです、ですね、10センチ横、10センチ縦、30センチぐらいで敷き詰めていくんで、はい、もう反対側が降りれないっていう形で、もうバックで入れるんですけど、はい、積んだらドアから出て横にまたこう10センチ角で積んでいくっていうのを敷き詰めて、はい、この隙間をできるだけ減らす形で積んでいって、はい、6000台以上、まあ、小さいやつであれば積めるという形になります。それもじゃあ固定技術もすごいっていうことで、ちょっとでも揺れてぶつかりますもんね。そうなんです、なんでもうしっかりベルトで、はい、
固定するという。全く動かないっていう。そうです。いや、6000台すごいですよね。生で見たことないんで、はい、まああれですけど、はい、いや、なんか圧巻ですよね、きっと生で見たら。いや、もうかなり、はい、新車がグッと並んでるのを見ると。すごい。緊張もしますけど。確かに確かに。ものすごい価値のあるモデルですもんね、全て揃えたら。それで今船の説明を、ね、していただいたので、このじゃあここからお二人、吉野さんと岸野さんにちょっと世界地図が今日用意してあるんですよ、はい、で実際にどういうところを回ったのかっていうのをちょっと疑似体験したいので、じゃまず岸野さんから教えていただいてもいいでしょうか、はい、じゃあちょっと説明させていただきます。はい、お願いします。で私はですね、2隻目かな、2隻目に自動車船乗った時の航路をちょっと説明させてもらいます、はい、まず日本で乗船しまして、でその後メキシコに、ここのマンザニオって書かれてるここに行きました、はいはい、これがだいたい2週間強ぐらいで行きます。で距離にしたら我々はマイルという単位を使うんですけども、はい、マイルにしたら、まあ、6000マイルぐらいです。でキロにしたら、キロメートルにしたら1万キロちょいぐらい、1万キロちょい、はい、で地球1周が4万キロなんで、これで4分の1ということになります。この太平洋を渡って、このメキシコの港に行きました、はい、でその後にここにパナマ運河っていうのがあります。ここを通りまして、その後このプエルトリコのサンファンっていうこの港に行きました。でその後このアメリカの港をこう渡っていって、はい、この日本の車を、はい、降ろしていって、はい、でその後ヨーロッパ、この大西洋を渡ってヨーロッパ、はい、でこっちの方に行きますね。で、ベルギーのアントワープという港に行きました、はい、でそしてブレーメンハーフェンという港に行きまして、はい、でその後こう回って、ジブラルタル海峡、はい、こちらを通って地中海に帰ってきました、はい、そしてこのアドリア海を渡っていって、はい、コペルっていう港がちょっとここにないんですけど、はい、スロベニアっていう国の港があります、はい、でここで、まあ自動車を降ろして、でこうスエズ運河を通っていきました、うんうんうん、そして、その後ここがインド洋ですね。インド洋に入っていって、はい、このインドの下を南の方を抜けていって、はい、シンガポールに行きました、はい、そしてシンガポールで、ヨーロッパの車を降ろして、はい、でその後中国の港にこう入っていきました、はい、そして、ヨーロッパに積んだ貨物を全て降ろして、その後この韓国に行って、自動車をさらに積みまして、はい、そして日本で、スーポート回って、車を積んで、その後オーストラリアに行きました。この時点で4ヶ月ぐらいです。4ヶ月です。日本、世界一周が4ヶ月で、さらに、プラスアルファでオーストラリアも行けちゃったという、いラッキーだったんですけど、これでプラス1ヶ月で、うん、日本で下船しました。これで合計5ヶ月の乗船でした。すっご、はい、先生羨ましいっす。じゃあ次に吉野さんもお願いしていいでしょうか。はい、私岸野さんとはちょっと違くて、はい、岸野さん一周だったんですけど、私はピストンのようになんか一箇所行ったり来たり行ったり来たりっていうのを中心に乗っていました。一箇所は、カタール、今ワールドカップとかやってると思うんですけど、はい、日本からシンガポール通ってカタールに行って LNG を積んで戻ってきて日本で降ろして、でまた積みに行ってっていうのを繰り返していく頃、はい、これが片道1ヶ月くらいの頃ですね。でもう一つがオーストラリア南北航路、日本からオーストラリアに、行って戻ってくる、はい、これも飛ばしたら片道1週間くらいの航路で、いろんなところに行くっていうわけではないんですけれども、はい、積んで帰って積んで帰ってっていうのを繰り返して、まあ、4、5ヶ月、6ヶ月くらい乗っていました、はい、岸野さんみたいに全然面白いような港には行ってないんですけれどもそんなことはないでも私は結構気象現象とか面白い現象にはすごい出会えて、はい、例えば南北航路 の熱帯地域あたりでセントエルモの日ってご存知ですか。いや、ちょっと分かんない全然分かんないです。簡単に言うと、はい、指から雷、電気を発することができる現象なんですけれども。魔法使いってことですか。もうなんかもう本当に魔法使いみたいな感じで、周りに雷をいっぱい含んだ雲がたくさんあるときに、はい、夜間指を出すとそこから放電されるっていう現象が見れたりして、多分この辺に写真を
載せてくれるかなと思うんですけれどもっていう現象が見れたりとか、はい、あの蜃気楼で下が、船ってまあ当たり前ですけど海に沿っての航行してるんですけれども、はい、あたかも空を飛んだかのように見えたりだったりとか結構面白い気象現象に私は結構出会ってきました。それはもうレアなんですか結構。そうですね、戦隊ルームの日ありますか。私は一回もないです。あ、そうなんですね。私ももちろんないですね。そうなんですね。一回南北航路で本当4回くらい見ることができたり、はい、本当に運よくいろんな現象とか、まあ、あとは動物とかですよね。クジラであったりとか、アシカであったりとか、はい、そういったなんですか、自然とすごい触れ合うことができました。じゃあちょっと今岸野さんと吉野さんにお話を伺ったんですけど、豊島さん来ました、やっぱ出番が、はいはい、豊島さん一応、まあ、船を動かすためのエンジンとかの管理をされている方なので、はい、その管理している船の機器についてちょっとかなりマニアックなところもあると思うんですけど、そうですね、お話を伺ってもいいですか。わかりました、はい、初めにも少し紹介はしたんですけども、はい、まあ、船にはもちろんながらエンジンですね。そうですよね、はい、はい、まあ、車でいうとタイヤを回すためにエンジンがあるんですけども、船だと、プロペラを回すためにエンジンがあります、はいはい、でそのエンジンはもちろんのことながら、まあ、大きな装置でいうとやはり電気を作らないといけないということで発電装置、うん、はい、で私たちの生活のために水が必要というので増水装置ですね、はい、海水から、まあ、真水を作る装置があります。これ非常に重要です、うん、で、まあ、あとは少しマニアックなんですけれども、船の中で、まあ、熱源となる蒸気、うん、を作るためのボイラーという装置もあります、はい、はい、まあ、そういった機器が多くありますね。で、いずれもですね、1台ずつあるのではなくて、例えば発電装置ですね、私先ほど紹介した原油タンカーだったら3台積んでるんですけれども、大きい船だと5台積んでたりします。発電装置、発電装置ですね。でそれぞれ船内で、電気をたくさん使うとき、まあ、そんなに多く使わないとき合わせて、はい、運転台数調整してますので、そのお休みしてる期間に対してはメンテナンスしたり点検したりという仕事がやってきます。絶対エラー起こせないですもんね。エラー起こせないですね、はい、その通りです。もう電気っていうのは陸上の生活でもさることながら船の運航にも欠かせないところなので、はい、非常に大事な仕事です。ありがとうございます。じゃあここからですね、なんかマニアックな質問をしていいっていう話だったので、なんか皆さんの会場での生活とかをいろいろお伺いできたらなと思うんですけど、さっき吉野さんから勤務時間が24時間を6分割でしたっけっていう話が。そうですね。機関士さんも一緒ですか。あ、ですね、機関士は、はい、異なります。で、まあ、外国航路の機関士で、はい、太平洋とかですね、はい、インド洋とか大きな船を海を走ってる時に限ってなんですけれども、はい、機関士の人は普通の日中勤務です。朝8時から夕方17時。皆さん交代制ではなくて、交代制ではなく、もう機関士は皆一緒に仕事をします。へ、なんかそのふとした気持ちですけど、夜何か、まあ、何かあった時とかは出るっていう感じなんですか。その通りですね、何かがあった時には出てきます。で、まあ今の機械っていうのは、はい、まあ、私たち運転するっていう表現をするんですけども、はい、まあもちろん技術も発達してて、はい、まあ、自動で運転できるんですね、はい、ですので、まあ、1日のうちに、まあ、その8時間ぐらい機関士が働くっていうことは、はい、逆に言うと1日の3分の2ぐらいは無人で動いてると、うん、そうですよね、いうことになりますので、はい、まあ、逆に言い換えると機関士たちは、まあ、無事にですね、無人でも船の機械がスムーズに動くようにするのが私たちの8時間の仕事の中身です。なるほどなるほど、はい、残りの16時間がちゃんと何事もなくいくようにってことですね。そうですね、ありがとうございます。ちなみに岸野さん、自由時間ってあるんですか。はい、ありますあります。自分の当直外は自由時間になりますので、清さんの場合ってスケジュールどんな感じなんですか。私は、今陸上勤務してるんですけども、はい、その前は二等航海士として勤務してました、はい、その時は、昼の12時から夕方の、はい、4時が、はい、1つ4時間ですよね、はい、ですよね。でもう1つが、深夜0時から午前4時、はいはいはい、真っ暗な時間ですね、はい、この4時間を2回で計8時間計8時間の仕事 で、はい、でプラスでちょっと他の残業という形で、はい、
他の業務をするという形で、この8時間はもう、見張りをするっていう時間があります。じゃあ空いた時間はもう自由なの、はい、そうです。自分の仕事が終わってれば、はい、もう寝ててもいいですし、はい、なんかネットでなんか遊んでてもいいですし映画見ててもいいですしみたいな形になります。今そのネットの話あったんですけど、はい、そのスマホと、まあ、なんだろうって使えるんですか。あ、使います。今あ使えるんですね。衛星でですね、はい、ネットがつながるようになってまして、私が、はい、入社した時は、はい、まあ、2015年入社なんですけども、はい、その時はまだ Wi-Fi が使える船って本当に一部だったんですけど、はい、今は全ての船で自分のスマートフォンがつなげて、はい、家族とも自分のデバイスを使ってあの LINE できたりとか。 Wi-Fi あるんですね。 Wi-Fi あるんです。でも全部ですか。あります。あ、はい、そうなんですね。もう今はテレビ電話もできますね、良い時だったら。なかなか普通にあの早い Wi-Fi ですね。そしたら、はい、まあ、そうですね、結構その混雑してる時間帯、例えば夕食後とかだって、うん、なるほど、だったりして、その他の人が使ってる時間帯はちょっと遅めになりますけども、うんうん、私みたいにその二等公開士の公開途中が終わった後、はい、0時4時で真っ暗の時間帯、これ誰も使ってないんで、これも YouTube とかも見れます、うん、あ、そうなんですね。です。え、ちなみに YouTube ご覧になるんですか。 YouTube 見ます見ますよ、吉野さん。そうですね、あの電波の状態が良かったいければ、はい、一応私 YouTube やってまして聞くしかなくて、好きな YouTuber さんとかいらっしゃるんですか、はい、さん。いや絶対これまで絶対無理がある。言わされてるのかなと思って年齢的に言わされてるのか。勉強させてもらいました本当に。いやいや、全然。吉野さんに聞いてもいいですか。よく見る方いらっしゃいます。私 YouTube 実はあんまり船で見てなくて、はい、あの私結構運動がすごく好きなので。されてるんですか、ご自身。あ、そうなんです。船の上でも、はい、あのまあ甲板の上走ったりとか、あのクルーと一緒にバスケしたりとかバレーしたりとか卓球したりとか。バスケとバレーできるんですか。そうなんですね。バスケットゴールとかが結構常設されているところが多いので、船ですか。船に、でそれでみんなでバスケしたりとか、あのボール買ってきて本当バレーしたりキャッチボールしたりっていう、なんか結構運動、休憩時間運動して遊んでます。あ、そうなんですね。あります。普通ですか結構。はい、バスケットゴールと卓球台も結構、はい、ありますよね。どこの船にもありますね。そうなんですね、はい、え、なんかいいですね、はい、あとあの船内にカラオケとかあったりするので、なんかもうどんどん出てきますねカラオケあるんですか。カラオケも必須。必須必須ですね。あとはバンドセット、はい、大概の船に乗せてそれで、ドラム、ドラム、ベース、ギターと、まあそのマイク、スピーカーっていうのはまあ必ず、はい、必ず、はい、あります。多分、え、このリアクション普通ですか。普通ですよね。え、会場でなんかさっきあのスポーツって吉野さんおっしゃってましたけど、うんうん、なんかあります、過ごし方として。まあ、会場でそうですね、自由な時間は、まあ、私も運動したりですね、まあ、あとはやっぱりネットで、まあ、テレビ電話家族としたりとか、はい、まあ、そういったところですかね。うん、そうだな、はい、そんなところです。これプライベートってあれ部屋って割り当てられるんですか。部屋は一人ずつちゃんと、はい、あの、ね、トイレとシャワーがついた部屋がちゃんとあって、もうプライベートな空間はしっかりと守られてます。そうなんですね。まあ、部屋に入っちゃえばでも自分一人の空間 に、はい、それはもうどの船もっていう形。そうですね。で、まあ、はい、ちょっと見てる年代の方は分かりづらいかもしれないですけど、はい、まあ、ビジネスホテルみたいなグレード、はい、まあ、あの、あ、じゃあそこそこ、そうですね、テーブルもあったりちょっとしたソファーもあったりしますので。そうなんですね。っていうところです。で、はい、あ、まあ、あ、すいません、階級が上がると、はい、やはり部屋も豪華になる。あ、笑ってしまう。そうなんですね。やっぱりバスタブができてたり、はいはい、部屋が2つに分かれていたり。なるほど。それは一棟になるともうそのクラスなんですか。一棟でそのクラスの船もあります。あ、たまにあるんですけど、はい、基本的にはやっぱり船長、機関長になると、はい、機関士さんのトップは機関長ですね。機関長ですね。ですので、なるとやっぱり部屋もそれなりにすごく豪華になります。ああ、そうなんだ。でもプライベートがあるって大事ですよね。でも女性の方は特にそうだと思うんですけど。とっても大事です、ね、そうですよね。ちなみにちょっと次聞きたかったのが食事なんですけど、はい、その海上生活の食事っていうのはどういう形になるんですかね。じゃあ岸野さん、いいですか。ですね、フィリピン人の、はい、あの部員さんが乗ってる場合は、はい、フィリピン人のコックさんが日本食を作ってくれます、はい、なんで、はい、すごい勉強された方なんで、はい、お味噌汁とかもちゃんと美味しくて、焼き魚とか本当に和食が出てきます。美味しいですか。美味しいです。あ、そうなんですね、はい、でそれで、パーティーの合同パーティーみたいな時は、はい、そのフィリピンのそのフィリピン料理とかが、例えば豚の丸焼きとか
そういったなんか結構あのレアな、まあ、日本にいたらなかなか食べれないものでもそういったパーティーで食べれるっていうのがすごい私は魅力的だなと思ってます。普段の食事の時ってもう、はい、あの給食みたいに決まってるんですか、それとも選べるんですか？そうですね、給食みたいに決まっていて、はい、今日はこのメニューみたいなメニューがあの配膳されてっていう形に。なるほど。やっぱ美味しいですか、吉野さん？美味しいですね。あの今フィリピン人って言ったんですけど、はい、あのフィリピン人以外の方ももちろんいらっしゃって、例えばインド人のコックさんとかいたら結構本格的なカレー作ってくれたりとか。いいな、美味しい美味しい。鳥島さん好きなメニューあります？そうですね、でもカレーはやはりそうなんですけども、はい、毎週日曜日にステーキが出まして。なんだって、はい、日曜日のサンデーステーキが、サンデーステーキ、はい、私のお気に入りですね。あとはフィリピン料理で、シシグっていうんですか。あ、私もめっちゃ好きです。シシグ、そう、はい、食べたことないけどめちゃくちゃ美味しいですね。まあ、あのなんかもう食欲をそそられるようなんですけど、豚のおでこの肉ですか、あれは。あの少し珍しい部位の肉使って、はい、まあ、肉を細かく刻んで野菜とかとちょっと辛く味付けた、うん、料理、それがめちゃめちゃ好きで、進むそう、進む料理です。 YouTube で作り方あるんで載ってます。あ、はい、じゃあその YouTube を見ます。ぜひ、はい、じゃあ食事ありますもん。じゃあ食事を今お話伺ったんですけど、私お菓子好きなんですよ、うん、船乗ってて例えばお菓子とか、まあ、なんだろう、3時のおやつじゃないですけど、おやつとかそういうのって食べれたりするんですか？めちゃめちゃ食べれます。めちゃめちゃ食べましょう。それは、支給されるんですか、それも持ってくんですか？なんかいろんなパターンがあって、はい、あの例えば港行って港ごとにあの買ってそれを食べるっていうパターンもありますし、はい、そのさっき出てきたあのコックさんたち、ケータリングデパートメント、地中部っていうんですけれども、はい、その人たちがあのケーキ作ってくれたり、パン作って、菓子パン作ってくれたり、あの結構それこそデッキにボンって置かれて山盛りのパン、あのもう一人ずつ食べていくみたいなのがあったりします。ああ、そうなんですね。それも美味しいんですか、やっぱり？美味しいですね。あのなかなか日本とかってか、自分ではやっぱ作って食べないのものとか作ってくれるので、はい、今ちょっと撮影中にちょうどお昼ぐらいなんですよ ね、 ですね。ちょっと話題間違えたなと思って、なんかついてきました、私が。ではですね、最後に、実際こう仕事のやりがいっていう部分をぜひあの見てくださっている学生の皆さんにお伺いしたいなと思うので、まあ、声援になってよかったこと、この仕事に勤めてよかったって思うところをお聞きできたらなと思うんですが、どっちから行こうかなって思っていて、さっきお伺いしたのは、じゃあ紀藤さん先にお願いしていいですか？そうですね、私は航海士になって本当に良かったなと思うことは、この生活を支えられているっていう実感を持ちながら仕事ができるということです。私はこれまで原油タンカーと、液化天然ガス、LNG 船ですね、と PCC 自動車船を、の乗船経験があるんですけども、すべて、まあ、エネルギーだったり、自動車の移動、まあ、こういったところで、まあ、生活を支えているというものになります。そしてこのやりがいを感じながらも、このすごく大きい乗り物を操縦できるっていうのが私はすごく楽しくて、私は車の運転も好きなんですけども、こんな300メーター超えた乗り物を運転できるっていうのは本当にこの職業しかなくて、それをやってる時が私はすごい幸せに感じてます。以上です。ありがとうございます。じゃあ吉野さん、はい、お願いします。はい、まあ、今岸野さんがおっしゃってくれた通り、すごい規模の大きなことをやっているんですけれども、まあ、私実際に乗ってると、その規模が大きいことをするためにやっていること自体は結構積み重ねていく作業っていうのが大きくて、しっかりと勉強して、あの2役のことだったり航海のことだったりなんですけれども、勉強してちゃんとその分が自分の成長が実感できるっていうのは、やっていてとってもやりがいがある仕事じゃないかなっていうふうに思っています。ありがとうございます。吉野さん、お願いします。はい、そうですね、機関士の仕事っていうのは本当に、一般の方にはイメージしにくいと思うんですけれども、機械の、まあ、最初に紹介したように運転で点検メンテナンス、まあ、全部担当するというところで、本当にですね、機械に、まあ、愛着が湧いてくるまでになります。まあ、そういった、環境にいるとですね、自分のした仕事で機械の運転状態が良くなった、悪くなったっていうのは一目瞭然で分かる仕事でして、船の運航っていう、まあ、全体の大枠は航海士の人たちと変わらないんですけれども、
その中でも機関士、機械を相手にするっていうのはですね、すごく自分のやったこと、成果が目に見える、実感できる仕事ですので、まあ、そこが今ここまでですね、機関士6年やって面白いところ、これからも続けたいなって思うところかなと思います。ありがとうございます。自分も今回ねお話伺ってて思ったことが、まあ、その前からこう船の仕事をあの花と動画を撮るためにいろいろこう見させてもらったりとか、実際に港に行って見学もさせてもらったんですけど、こう知らないことがやっぱりたくさんあったんですよね。さっきも皆さんおっしゃってましたけど、やっぱり知らないと選択肢そもそも入らないです。で、選択肢に入らないと興味 もそもそも湧かないこともあるので、まずは今回このシリーズずっと撮っていて、船員さんっていう仕事、もちろんその船員さんの中でも例えば航海士さんと、機関士さんがいらっしゃって、そういうのがどういう仕事なのかっていうのを知ってほしいなと思って、今回こういう場を設けさせていただいたんですね。で、この動画で伝わってればいいなって心から思うことなんですけど、すごいこうお仕事を楽しそうにされてるのがオフで話してて伝わるんですよね、皆さんが。だからこう見てくれてる、まあ、小中高生の方たちが、あ、こういうふうに楽しそうに仕事ができるんだ船の上でっていうのがもし伝わっていて、でそこから興味を持ってちょっと調べてみようと思ったらいくらでも出てくるんで、今動画でも何でも。なので、その一歩になったら嬉しいなと心から思います。本当素敵なお話、皆さんありがとうございました。そして視聴者の皆さんもここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。